はい。皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。トランプさんの SNS からご紹介したいと思います。今は2023年の11月20日です。まず、最初に出てきましたのが、こちら、速報。ハビエル・ミレイ氏がアルゼンチンの大統領選で勝利という記事に対して、虎親分、アルゼンチンを再び偉大にとエールを送っています。 アルゼンチン大統領にハビエル・ミレイ氏が当選されましたが、このハビエル・ミレイ氏にですね、タッカ・ー・カールソンさんがインタビューを9月に行っています。このインタビューもとても良い内容でした。当然、私、ことふみは朗読をしております。概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧になられてください。そして、昨日、スペインの野党党首、サンティアゴ・アバルカル氏に、 タッカー・カールソンさんがインタビューしています。タッカー・カールソンさんは、トラ親分の副大統領候補という噂が最近出てきています。そして USC 総合格闘技の会場にトランプさんと一緒に現れたことで皆さんとても盛り上がっていましたが、彼があの翌日にスペインに飛んでます。そしてスペインで野党党首のサンティアゴ・アバルカスさんにインタビューをしています。こちらも30分ちょっとの あの番組でした。こちらも朗読いたしましたので、ぜひ聞いてみてください。つまり、私が思いまするに、トランプ次期大統領は、世界中でネットワーク作りを確実に行っているという感じなのかなと思います。ネットワーク作りというか、国内でトランプさんが支持すれば、その人が当選するというように、それを世界レベルでやっているのかなと思いました。 だからアルゼンチン大統領になったハビエル・ミレーさんにもインタビューしたしスペインの野党党首サンティアゴ・アバルカルさんにもインタビューをしています。スペインの場合は事態は現時点ではかなり深刻で社会主義者が2期目を手に入れてしまいましたので民主主義がスペインからは消えてしまうのではないかとして反社会主義運動が 1>, 1週間以上にもわたって沿道を人々が埋め尽くすような形でデモが行われています。そしてそれを支持するとアバスカルさんは答えていました。そうすることで自分が投獄されることになるという可能性もかなりあるとインタビューでもおっしゃっていましたがそれでもやれることはすべてやるという強い決意を述べられていました。 アルゼンチン大統領選でのハビエル・ミレイ氏の素晴らしいレースおめでとうございます。全世界が注目していました。私はあなたをとても誇りに思います。あなたは国を好転させ、真にアルゼンチンを再び偉大にするでしょう。次。皆さんと素晴らしい午後を過ごさせていただきました。皆さんは思っている以上に感謝されています。ありがとうございます。とあります。こちらはテキサスの国境 警備隊や軍隊の方々のところに行って演説をされています。こちらは登場のシーンです。ご覧ください。いつもの登場の時にかかる音楽が鳴っていましたので、残念ながら音声は消させていただきます。 はい、次です。今週の感謝祭の休暇中に南部国境に駐留する警察や軍隊に感謝祭の食事を提供できたことは大変光栄でした。すべてのアメリカ国民を代表して、あなたの奉仕と献身に感謝します。とあります。こちらもどうぞ見てください。 Obrigado. まあ、岸田君のスーパーマーケット視察とは比べ物にならないですね。あんな心も何も感じないような、なんかクズみたいな視察とは全く違います。次、アボット知事の声明というかメッセージですね。今日、私は虎親分を大統領に支持できることを誇りに思います。今、アメリカはこれまで以上に国境を確保し、国家安全保障を優先する大統領を必要としています。 トラオヤこそがその仕事を成し遂げるための明確な選択です。そして何本かこのテキサスの国境での演説に関しての記事を貼っています。次、メラニアと私はロザリン・カーターの死を痛むすべてのアメリカ国民に加わります。彼女は献身的な大統領夫人であり、偉大な人道主義者であり、メンタルヘルスの擁護者であり、 77年間、夫であるカーター大統領の最愛の妻でした。ノザリン・カーターはほぼ1世紀にわたる障害にわたって、全米から賞賛と感謝を集めてきました。アメリカ海軍の配偶者としての時代から、ジョージア州知事皇帝での勤務、アメリカ合衆国大統領夫人としての在職期間、 そして、その後のカーターセンターでの仕事や、ハビタット・フォー・ヒューマニティでのボランティア活動に至るまで、国家奉仕に関して彼女は並外れた功績を残してきました。私たちの祈りは、元大統領、カーター家、そして彼女が愛したジョージア州、プレインズのコミュニティ全体と共にあります。次。 ルイジアナ州ではジェフ・ランドリー氏を含む大勝利があり、彼は私の指示を受けてロケット戦のように躍進し、決戦投票すらせずに不大入れに勝利しました。4人とも素晴らしい人たちです。お役に立てて嬉しかったです。以上、今回はここまでです。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた。